お疲れ様スラットです。今日はですねこちら1コス5枚進化オールブレイカーやっていきます。さあついにオールブレイカーが進化しまして、こやつめちゃめちゃ強いことが証明されております。もう世界上位ウォールブレイカーだらけですね。昨日僕の配信を見てくださった方もわかると思うんですけど、なんかあれなんか意外と弱いのかなみたいな、あんま大したことないのかなと思いきや、まあ、2発入るだけで1700持っていけるね、火力お化けなので強いんです。でサイクルはまあ2なので3回に1回進化って感じですね。はい、やっていきます。モッサンよろしく。まあ攻めはもうほんとウォールブレイカーの進化がなんだかんだ柳雨とか打たれても1回死ねるんで、1回死ねるからこその結構ダメージは通るんで、まあ、そういう意味では守ることさえできれば勝てるのかなって思います。さあメガナイトコツや、メガナイトコツもなんか最近ちょっと強いんですよね。よいしょ、こんにちは。ブラスターが多いんでね、こういう課金中がすぐブラスター使うんで、その課金中に対してのブラスターがて俺やないかいってなっちゃうんですけども、ザップか、ザップですよね。まあ1コスでちまちまして削りながらの、まあ、ディガーは抑えたかったりもするが難しいか。おいギャング重要の目熱っ。オールブレイカーセパも強かったりする。ファイスピー鬼の防衛、これどうしようね。メガナイトで踏まれてもあのちっこいの出てくるんですよね、オールブレイカーの抜け殻みたいな。意外となんとかなる。さあまあせっかく高回転なのでゴリゴリにオールブレイカー飛ばしたいんですけど、まあ行ってから考えるか。行ってこい。これしばけるんですよね。はい、これ強いね。からのこれが入る、強くね。2コスです一応。あー、槍ゴブ14熱いな。まあ一生ちまちましとくか。ハイスピッチ進化コウモリしばけなかったっけ、俺の記憶だとしばけたんだけど。さあまあ一生このなんかちっこいのがめんどくさいよね。お、読みザップ来てるってことは、それ読めてなかったら結構事故るんじゃないの。え、マジ来た、おめでとうございます。進化スケドリームですからのウォールブレイカーまでこんにちは。おい、えぐすぎる。ウォールブレイカーじゃねえ、もうスケが強え。進化スケゲーしてる。進化あからのこのウォールブレイカーもギャングとかだと止まらないんで、さあバカでどかせどかせの多分今2発ぐらい入ったっすよね。なんか小物に対してめっちゃ強いんですよね、スケスケブ、まあ、ギャングとか。ほんとそういうのメタみたいなとこあるんで、全然守れんやんみたいなことよくあります。でまあ弱点的なのは施設っすね。逆に施設に対してだいぶ弱いです。もう墓石の直当て直当てされるだけで普通に止まっちゃうし、まあボムタワーにもボコボコにされるし、まあとりあえず施設に対してはめちゃんこ弱いです。はい、だから施設使ってないあなた危ないよってこと。呪文にも強くなったっすね。おいスパーキーやないか。まあ、削りに行っちゃおうぜ。あんま守れないんでね俺。もう攻めまくって、おいフルムッシーやん、フルムッシー。えりかねー、えぐ。まあほどほどに耐えて金ゴレなきゃいいんだね。金が折れなきゃいいんですけど、折れる可能性も出てきちゃうよ。増殖パーティ
からの進化オールブレイカー。これなんかもう増殖で勝てそうじゃない。うえーさあ2発で1700ポテンシャル化け物。これエネミーしたよ本気で。うわー進化助け残って、これ残んないと逆に怖くない。来るやん、やつが来るやん。セニョールピンク、エリゴレくん気合の防衛いくか。まあ、進化助一旦貯めとこうや、怖いし。進化助貯めて進化オールブレイカーもちょっと流しちゃったりしてマジ暇してるやつのカードさばき。一回攻めて、これまず攻めんのね鬼大事なんですよね。攻めるとやばいやばい守んなきゃつって、あれ守りにコストを抑えてくれるからこっちの防衛が楽になるんですよね。多分よかった、これ進化オールウェイが刺さった勝ちです、はい、1700ですよ。ドンピシャじゃないですか。はい、火力高すぎ、お前は2個数。まあさすがに顔をくるならダメージが下がるのかなって感じですかね。1700だかんな本当に。だって半分ぐらい、タワーの半分はいかないけど、まあ、4割ぐらいね持ってってくれるんで。よいしょ、いってらっしゃい。もうこの辺別にウォールブレイカーって2コスなんでね、入らなくてもいいんでね正直。さあ通りません、これ今の進化してたら入ってます。この後一回死んでその後にズンズンって、やべ、本当はメガナイトキングギドしたかったんですよ。俺だってキングギドしたかったんですけど、コウモリ芝居行こうかなーっつってしてたらこうなりました。メガナイトカツや人気だね。まあメガナイトカツはもう進化オールベーカーに弱いですから。さあこんにちは、強っ、何やれ、いや違うメガナイトオールベーカーか、ウォールブレイカーおった？いやめっちゃメガナイトオールブレイカーっぽいんだよな。これ鬼うざい。よいしょ。これやばいよ。攻めザップ使ったらもう進化助に勝てないですよね。メガナイトのコストもないと。で、進化オールブレイカーが1700削ってるんで。相手は頑張って今1000削ってるとかなんだよね。まあでも進化コウモリとか来んのかな。え、相手これウォールブレイカーっすよね。全然来てないよな。おや？諦めるにはまだ早いだろう。ああスケバレか、オールブレイカーじゃなくてスケバレだからか。うん、こうわ、痛いよー、やめてほしいよー。もう無理やり突破、うやばい、なんか来た。いやでもこれで相手のコウモリしばきながらタワーには入らないがみたいな、惜しいね。進化助け、いけ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 、コウモリ邪魔すんなよ。分身の術の時間ではあったが、さあまあでもウォールブレイカーが地味に強いな。あの爆破ダメというか、まあ、死亡時、最初のなんかでっかいやつの死亡時もコウモリとかを仕分けるから結構ね防衛でも使えます。ガゴ群れ来るとか、ジャイスパガゴ群れで形組まれましたとかなったら、まあ、進化オールブレイカーバーンって出せばガゴ群れ縛いたりできるんで、多分飛ぶ気がする。なんで防衛でも意外と優秀です。
まあしかも2コスなんでね、もう雑に雑に冴えていい気がする。おや、君ももしかしてウォールブレイカー進化かい。いや強っ。アーチャーユーの、まあこれ近畿できるっすね。あ、でもブラスターだとできないかな。できそう。怖え。え、近畿熱いね。さあこうなればもうオールブレイカーもスケもどんどんサイクル溜まっていったので美味しいよね。これブラスターなんで完封。強っ。ヤナメ使ったよ。進化スケ大丈夫かい。からの次も進化オールブレイカーもあるんだよね。いや、これめちゃめちゃ熱い流れか。もしかして。これやばいよね。鬼うざいよ、この両サイズ目。罪。罪ではあるか。相手ももうやる気なくなったもんな。えっつって。不可能じゃねっつって、理論上。理論上不可能。さあ、まあ、進化オールブレイカーの回だが、進化スケが強すぎて。スケの回ですかってなってるんですけど、進化オールブレイカーです。一発1700なんでね、その最後の最後に、気合でオールブレイカー通しての逆転とかもあるんで、まあそこはまあ、なんだろうね、やっぱ進化あるあるの夢があるカードではあるよね。さあ、アイスピス吸っちゃおうぜ。オールブレイカー行って、まあこれサイクル貯めるだけなんでね、進化の。入ろうが入らないが何でもいいんですよ。お、ディガーが優秀。マナーチェックも無理なんだね。強すぎ。からの、このデッキはサイクル早いので、もうオールブレイカー、ネクスト進化とか、進化スケ回ってる。早すぎだろ。残り時間は2分あるぞ。サイクルお化け。これ、両サイでいけばさ、事故んねえかな。ウッド使わせたいんで、ちょい、なんか、ウッド使え。使いたくなるだろう。2体いるぞ。全然使わんや。なんや。あれ、まあ、ウォールブレイカー進化の防衛とかでもいいんですけど、まあ、もったいない気もするよな。さあ、これ進化ウォールブレイカーもだるいですよ、相手は。ウッド撃たれても、さあ、今ので一発、本体だったと思うんで、850入ってますね。850入るんってなるよな。冷静に入りすぎではある。からの、まあオールブレイカーもう一回貯めるとこからですかね。これはね、アーチャークイーン追加来るとゼッツ&ボー。いやー、それもね、ゼッツ&ボー。やべえ、だけ取られました。いや、でもなんかあんま入ってねえな。なんかラッキー、思ってる入ってない。しかもなんなら垂れ流しがなんか入ってるから1400まで削れてる。からの、まあ浮きはいっぱいあるんでね、いっぱいあるんですけど。痛いなあ、あんたさっきからよ。絶対コウモリきついやん。進化スケドリームまであります。やべえ、あれ竹が取り下手すぎたか。あれ
マジワンチャンない？え？どういうこと？え？な、あ、あ、あ、え？ポイズン打っとけよ。なかったんかな。いや、あるやん。なんで？なんで勝ったの？いいな、なんかもう1コス2コス強すぎる事態が来ちゃったっすよね。なんか本当にあんま大して考えずにこうウォールブレーカーとスケか出すだけで超プレッシャーになるんだよな。すげえよなこれ。もう1コスは偉大、1コス2コス低コストが偉大すぎて。よいしょ、ガンガンいって。まあさすがに入らんよね。これブラスターいいな、便利。まあ、ウッドがあるよと。からのこれコウモリってオールブレーカーまで行きます。ヒースピまで添えてあげよう、記念に。1700 1700 1700。ウォールブレーカー通ればもうほぼタワーないっていう。結構やったっすね、運営さん。やっちゃってますよね、これ。やっちゃってるからの、あー、メンタルブレーカー。強すぎー。まあ。オールブレーカー自体ですね、まあ、緊急確保来てもおかしくないぐらいのポテンシャルだと思います。正直施設持ってると、自分がボムタワーとか持ってると相手のオールブレーカー弱いじゃんってなると思いますけども、施設持ってない人オールブレーカー鬼きついじゃないでしょうか。無双できるもんな、平均 1.6 で。 1.6 じゃ贅沢ってことか。あー、テスラ来た。さあこういうのっすね、僕の待ってたのは。テスラとかがあると意外とね通りにくいんですよね、まあ、施設1枚あるだけでだいぶそんな気はしてる。相手もオールブレーカーいるんじゃね。スケコウモリとか全部ね突破されちゃうんで、いやどうやって守れっていうねんって感じになっちゃうよね。さあテスラナイト、まあ、ディガポイ拾いたいな、相手のディガ。おー、デリバリー。まあテスラあるんでね、もうほぼディガー削りみたいな。あー、マスケ、なんだこれ。なんだこれ、マスケデリバリー。いやー、バルーンは薄そうだけど可能性としてはあるね。竹取ってんの、うぜえぞ。わあ、めっちゃいいやん。わあ、で、テスラにはね、弱いんですよね。まあ、デリバリーとかだったらね、なんか落ちた後に結局残るんで、突破できます。まあでもサイクル早いんで、日寄らずガンガン回していこう。進化助も回していこう。オールブレーカーも回していこう。で、ガンガン攻めちゃおう。デリバリーサイト後だしな。進化助来たー、やめてー。増殖は嫌よ嫌よの、拾ってあげて。よし、まあからのですよね。いや、なんか相手デッキカード出てなさすぎん？怖いなー、マジバルーンっぽいよな。いや、めちゃめちゃバルーンっぽいけど、違うんか、これ。止めとこうかな。あ、ディガっぽいでした、ただの。なんやねん。いや、相手、ウッドデリバリー持ってんでね。結構渋いか。サイド一緒なの。いやでも俺ウォールブレーカーあるよ。
ウッドサイター、デリバリーはね、気合でなんとかなるんですよね。これでまあデリを使うでしょう。からの進化オールベーカーを回復させてトツラスがテスラかな。お、え、1700 1700、全然一発入れだけで嬉しいんですけどね。タワーまで持ってっちゃいます。この一発の火力やばいっすよね。まあ最悪今盾剥がされて、まあ、あの1回死ぬみたいな、2回死んでても2発入る、結局入る、結局1000ダメとかは入るんで、相手は頑張って守って1700受けるのを1000にするみたいな感覚なんでね、結局ダメージは負うっていう。強いな、縦線。おい、ガンガン行こうぜ。もう進化、いかに多く進化できるかなんでね。ソウルコール来ちゃった。え、これやべ、この引きソウルコールで絶望。あー、めっちゃいいな。痛いが、まあ許せるでしょう。からのオールブレイカーいっちゃいます。止まるんですか。あ、テスラだけはダメ。マジ施設に弱いんですよね、本当に。おちょっと怖かったらしい。カラーのディガースケとかどうなんだろう。あ、スケキンで1コロあるんですけど、いや、両サイ行くか。これ行きます。進化スケの強みはマジでこれ。いけ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 、タワーまでたどり着け。え、たどり着いたくね、これ。ロキがやめろよ。おい、来た。しかもデリバリーを避けていく。勝ちました。進化スケゲーでした。進化ウォールブレイカーも回してあげてね。かわいそうなんだね。ガンガン行って、ガンガン行って。ガゴ14とかやん。かわいいな。ウッド2周とかで終わっちまうよ。さあ、オールブレイカーも回して、回して、回して、回せ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 の。で、このオールブレイカーは1700あるよと。いや、しかも入りそう。え、1、2、3、気持ちいい。130に折れないで負ける未来ってあるかな、これ。まあ、ねえか。さすがに、さすがにねえか。ウッドの落ちるしな。さあ、からのオールブレイカーね。なんかニコスでも端前ぴょんぴょん出せば勝てる。鬼強、鬼強。買うのをまあおすすめするわけではないが、結局強かったっすね。まあ前世紀のナイトとか、まあ、ロケット方式ほど強いわけじゃないんですよね。なんか鬼ぶっ壊れかって言われると体感そんなこともないんですよ。なんかそんな気がしてます。入らん時入らないんでね、あれっつって毎回活躍できるわけじゃないんで。でもたまになんか入ると、おお、めっちゃ強いやんってなりますね。さあ、もうオールブレイカー適当に回して。回ればいいんだよね、サイクルが。まあでも、ニコスって考えたり。まあ、深海スピとかね、あの辺はもう考えたらもうダメなんですけど。あんなんてこれやったらもうはるかに優秀ですよ。でこれ大砲もないんで、いきます。どうやって守るんか教えてほしい。パルチェは関係ないよ。おー、今のダメージ計算むずいな。まあ、850とその後割れて入ったのかな。多分850と、まあ、580ぐらいが
多分入った感覚かな。1体はそのままミニになる前で、1体はミニになっちゃったって感じかな多分。大きいウォールブレーカー可愛いですけどね。で降りた後のなんか爆弾持って走るんですよ。ちょっと次見せるわ。ふにゃふにゃしたウォールブレーカーがいるんですよ。踊りながら走るね。あれがマジで可愛いんだよな。ふにゃウェブ。やべ、止めればよかった。痛いよん。まあこれデフォなんでどうでもよくて。意外と負けそうか。いや一発入るよなこれって。おいからの、え、マジ事故りそう。お互い、よー待って、左がそっちが事故るんですか、ボットからの。いやこれマジでウォールブレーカーマジ可愛いから見て。このちっちゃくなってほしい。ちっちゃくなったらなんか踊りながら走るんですよね。うん、全然そのまま走るやん。おーい全然可愛い、可愛くねえかったわ。まあこんなん守るっすけどね、意地で。え？え？守れてない伊賀で削って後ろに下げて、まあさすがにウッド最悪3周回せばいいんだよ。めちゃくちゃいい。アオルレカがぬる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 。いやーまあ火力高いんで、やっぱ今までウォールブレーカーデッキとかだと削りで負けちゃうとかもあった気がするんですよね。エレジャイとか、うわーなんだかんだエレジャイ強すぎだろみたいなあったけど、ウォールブレーカー一発取れば1700なんで、まあ2発か取れば1700持ってきるんで、まあほんと攻めが強くなりましたね。まあ、結構勝手に事故ってもくれるんでね。サトルよろしく。ガゴ。さあ、ウォールブレーカー一回チャージ完了。おまあ、スケも回しとくか。進化早え。一コスこんな多いと。常に進化。さあ、これでもう2回。最短かほぼ。やべ、持ってね。ディガーが。ごめんね。え、これゴブジェイじゃね？ゴブジェイ止まんのかな、俺。進化すけなくて。糸っぷり、なんか出てこないんや、あれ。出てきたわ。まあ、もったいないが、暇なんで仕方ない。かつ、これ内側で竹取ってさ、これ進化オールブック入れば1700です。ファイブ打たれてもその後ね2発入ります。今ので1000ですやばいよな。2コスに4コス使わせて1000ダメージゲット。破綻してるもんなこれが強いんです。気持ちいいんです。さあ進化スケも回してあげなきゃいけないな。これしゃあなしの回んねえかな。なんか守れる気しないっすよね。いや無理だな冷静に進化オールベーカー入って喜んでる場合じゃねえかったな。怪しいな。イースピ遅かった。うーやばいなこれ。なんか負けたかって思うじゃん。進化オールベーカー強いんすよこれ。ファイブ打たれてもね。ふふふ。ね、これ持ってきるんですよね、火力。バケモンなんで。よしよしよし。まあ、あとは俺が守れるかなんですよね。無理。守れんのこれ。進化スキが、
なんでやめた？新カスケドリーマル。気合の対応するしかない。意外と止まってびっくりしちゃってる。やめてー、そのガーディアン出ないで。ワンチャン位置的に入るか。入らんのね。でも勝てそうだな。うん、嘘、撤回。勝てそう、撤回。絶対勝てんやん。こうだったらもう無理やん。どういうこと？諦めない、諦めない、諦める。惜しいな。何笑ってんねんって感じですね、ウォールブレーカー。はい、まあ、2コースにしてはだいぶ優秀なんじゃないでしょうか。まあ、進化スケとか、まあ、進化ナイトとの組み合わせがいいかな、基本的にね。まあ、進化ロケコウォールブレーカーとかもだいぶ良そうですけども、まあ、皆さんもぜひね、進化ウォールブレーカー手に入れた際には愛用してあげてください。チャンネル登録、高評価もお願いします。お願いします。まだね。